おはようございます。おはようございます。ちょっと8時半からの予定なんですけれども、ちょっとずっと30分ぐらいご挨拶をしておりまして、今からマイク使ってお話しさせていただこうと思います。ちょっとね、今日そんなに暑くないんですけど、人通りがいつもよりもちょっと少ないかなっていう感じで、さっきもね、挨拶してるときに通った人が、いつも手振ってくれる人が、今日はお辞儀までしていただいて、本当にね、ここ結構好きなんですけどね。じゃあちょっと始めようかな。今日のセッティングはこんな感じです。どうだですね、はい、この辺かな。今日は応援党員の方お一人来ていただいております。なんかすごいいっぱい、カメラ機材とかをお持ちいただきまして、まあトントンさんなんですけどね本当に朝5時起きだって、すごい。じゃあ始めます。おはようございます。西国分寺駅ご利用の皆様、おはようございます。こちら日本第一と新しく生まれたばかりの政党でございます。まだまだ無名の弱小政党、名前だけでも覚えていただきたく思いまして、この場所をお借りしましてマイクを使わせていただいております。どうぞよろしくお願いします。弱小は日本一、党首は前回の都知事選挙で114,171票を獲得いたしました桜井誠、このポスターが、ね、務めております。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。こちら日本第一と、私が、国分寺市在住党員の大大木と申します。ツイッターもやっております。ツイッターでは名前が大大木新一、フルネーム全部ひらがなでやっておりますので、見つけたら、気が向いたらフォローとかいただければ幸いでございます。おはようございます。よろしくお願いします。まだまだ生まれたばかりの弱小政党、弱小は日本一、英名はジャパンファーストパーティー日本第一党でございます。名前だけでも覚えていただければ幸いでございます。おはようございます。おはようございます。日国分寺駅ご利用の皆様、おはようございます。こちら日本第一党、略称は日本一、党首は前回の都知事選挙で 114,171 票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。立ち位置は保守本流、日本の文化、歴史、伝統、そういうものを保ち守る政党でございます。名前だけでも覚えていただければ幸いでございます。おはようございます。いらっしゃいませ。まだまだ無名の弱小政党ではございます。今日は皆様に、こんな政党ができたよ、ということだけでも覚えていただければと思いまして、この場所をお借りして、マイクを使わせていただいております。30分です。終わらせますので、ほんの少しマイクの音うるさくて大変にご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いします。さて、今日もね、ここはいつもいつもすみません、この場所をお借りしてマイクを使わせていただいているんですけれども、今日もね、こういった形で私いつも電車で、あちらこちらにこうぐるぐる回っております。今日も冒頭はね、自転車の問題をさせていただこうと思います。自転車というのは、軽車両、道交法では、そうですね、原付バイク、それに近いような存在なんですね。ですが、自転車をご利用になられている方、歩行者の延長のように少々思い違いされている方見かけます。まずは軽車両というのは、車道の左側、これを通行することが、ルールとなっております。道路交通法ですね。そして、例えば信号、赤信号、止まれる停止線、そういうものは、車、バイク、
止まってたら自転車も守り、きちっと止まらなければなりません。あとはね、歩行者と、自転車、自転車兼用歩道っていうのがございます。そこはね、あの自転車は通ってはいいんですけれども、あくまで車道側を、歩行者の速度に合わせ気をつけて、ですからかなり制限された走行でなければいけないんですね。今ちょっと、ね、猛スピードで駆け抜けた、歩道を駆け抜けた方いらっしゃいましたけれども、あれは道交法違反です。私人逮捕できるんですよ、道交法違反、現行犯罪ですね。本当に気をつけてくださいね。あとですね、あのこれあまり知られてないんですけど、自転車、制限速度、これがなんとございません。ございませんというか、法規、法定速度を守らなければいけない。例えば40キロの 道路だったら、おはようございます。いただきません。40キロ道路だったら、40キロを超えてはいけない。そういうルールがあるんですね。なのに、最近ですね、ちょっとこう、ものすごい速い、自転車、見かけませんか。なんていうんですか、ロードレーサータイプ。私も車を運転してて、ものすごい左側からキュッと抜かれた記憶が、経験がございます。あれも道路交通法違反でございます。やっぱね、あとはよくよく見かけるのは右側、道路の右側を通行している。逆走ですから、罰金刑ありますからね。現行犯逮捕しようと思えば、いつでもできる。そういうような危険な行動をしているということをどうかご理解ください。さっき言った自転車専用の、歩道、これを通るときも、まあね、そんなに車道に危険がなければ、私は車道の左側を、通行するべきだと思っております。広い歩道、それはなんでできたかというと、やはり車椅子に乗られている方、ベビーカーをされている方、少しでも歩行者が安全なように、できている、歩道でございます。そこにね、自転車が割って入るようなこと、それはね、なるべく避けるべきだと私は思います。例えば兼用だとしてでもですね、そんな感じでマナーを守る、そういうような、優しい時代作り、街作り、そういうのが、必要なんじゃないかな。おはようございます、いただきますと私は思います。おはようございます。こちら日本第一党、昨年生まれたばかりの新しい政党でございます。まだまだ無名の弱小政党、今日は名前だけでも覚えていただきたく思いまして、この場所をお借りしてマイクを使わせていただいております。おはようございます、いってらっしゃいませ。当時は前回の都知事選挙で11万4171票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。私が国分寺市在住党員の大木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます、いってらっしゃいませ。さあ、その今の自転車の話題にちょっとマナーという部分で、加わるんですけれども、今日はですね、女性専用車両、これについて、ちょっと私の考え触れさせていただこうと思います。西国分寺駅ご利用の方でしたら、この通勤時間、もうちょっと前でしたね、これ引っかかってるのかな、ちょっと忘れてしまいましたけど、先頭車両、確か先頭車両だったと思います、女性専用車両というのが、ございますよね。もう、施行されてから、2001年ぐらいから始まって、もう2004年に完全にこう広まってきたこのシステムなんですけど、システムなんで、もう皆さんもう当たり前のように考えていると思います。だから、女性専用車両という名前がついておりますけれども、男女の、権利は平等です。憲法で守られております。なので、専用といってもあれは任意なんですね。ですからこの女性専用車両というのが、できた、ことの発端、その前ですね、シルバーシート、優先席、今ある優先席がシルバーシートと呼ばれていたの、ちょっと若い方はもうご存じないかもしれないんですけれども、昔はそうやって呼ばれてたんですね。それが、名称の問題からこのシルバーシートから優先席に変わった。その動きの前にも、
女性専用車両というのは実はあったんですよ。すごくマイナーなんですけど、私も知らなかったんですけど、調べたらあったんですね。あったんですが、それが、やはり 男性差別だ、そういう声にはいい消えてしまった。消えてしまった。そういうような企画だったんです。その前にもあったんですね。そうやって女性専用車両というのは常に、ちょいちょい出てきてはちょいちょい潰される、そういうような、存在だったんですけれども、これは完全にこの2004年から定着しております。これはもうずっと、もう今2018年ですからね、もう14年も、定着してしまいました。これはなかなか潰れないかもしれません。これを作ったのは、皆さん、国土交通省という、ご存知だと思います。そうですね、これが作ったのは国土交通省の、後押しがあり、日本全国の電車に女性専用車両というものが設けられるようになりました。おめでとうございましたけれども、創価学会婦人部ですね、創価学会婦人部の、ものすごい、ムーブメント、一大ムーブメントが起こりまして、創価学会は、公明党は、全国、うつうらうら、一定の組織ございますよね。ここが動くと、勝てないというか、もうかなり強いんですよ。だから自民党が与党と、連立与党となっている。公明党を切れない理由もある、ここにあるんですね。ちょっと話が、それてしまいましたけれども、この2004年から始まった女性専用車両、これはあくまで任意であり、女性専用車両に男性が乗れない、そういうわけではないんですね。なるべく、ここには女性を、優先して乗らせてください。ですから本来は女性優先車、もしくは女性っていうのも私はどうかと思います。例えば怪我をされている方、あとはお子様ですね、お子様連れの、例えばお父さん、そういう方も優先車両という、そういうようなネーミングにすれば優しく入れると思うんですね。昨日動画で私見かけてちょっとアップしたんですけれども、女性専用車両と分からずにこうちょっと飛び乗ろうとした、クリリーンってこうベルが鳴ってたんで飛び乗ろうとした男性を、中に乗ってる女性がものすごい、睨んだ、威嚇し追い出してる、そういう動画がありました。あとはですね、まだ記憶に新しい2ヶ月ぐらい前ですね、今度は逆側ですね、この女性専用車両車に反対する、団体が、で女性専用車両車に無理やり乗り、それで、動画を撮影して、女性専用車両車に乗ってみましたっていうような感じの動画を撮影して、で15分ぐらいそれで遅延する、そういうような一悶着があったの、皆さん記憶にあると思います。ニュースでも散々流されてましたね。その時も中の女性は、降りろ降りろ降りろと大合唱のホール、もうただね、自分この行為自体なんていうんですか、この動画を撮影してこの訴えるその行為自体は、それもいかがなものかなと思うんです。っていうのは、そうすることで15分、電車が遅れましたね。で15分遅れた、それはその女性専用車両車に乗っている方、もちろん大迷惑、直接大迷惑をされたと感じているかもしれないですけど、一般車両に乗っている方、何のことだかわからないまま、やはり15分間待たされているわけですね。そして15分間遅延するということは、その、中央線なんかはそうですけど、その後に続いている電車どんどんありますね。それも全部均等にこう遅れていくという、ものすごい
たったその1車両だけではなく、もう交通の何万人何十万人っていう、そういうのに、迷惑をかける行為、非常ベルを押したりとかですね、あれは警察の指示なんですけれども、ですが、ああいうのを、ああいうのは私はちょっとどうかとは思います。ですがその気持ちも、まあ、僕が今訴えていることで、分からなくはないんですね。今このフェミニズム、これが、ちょっとこう拡大してしまっている、女性専用車両に乗られている方の、意見もいろいろ出ております。驚くのが、女性専用車両っていうのは、例えばこう先頭だとか後ろだとかにこう分けられているんですけれども、東日本ではね、こんな感じで分けられているんですけれども、乗り降りの階段がすごく遠くて不便、ちょっともうちょっと真ん中寄りにしてみたいな、そんなような声も出てるんですね。あとはもう気兼ねなく車内でお化粧できるから超便利とか、だってもう、ネットで検索して、女性専用車両と一般車両の、格差、こんな感じのワードで検索していただけると、もうたくさんの写真が出ております。びっくりするほど、女性専用車両はスッカスカ、一般そのすぐ隣の一般車両はもう駅員が押し込むぐらいのキツキツ状態。この状況を見て、これがとても同じ運賃だとは私はもう信じられません。ですからこの優先車両を設けるのであれば、やはりもっと確立した、ルール作りが必要だと思うんですね。やるのもし完全に女性専用車両というものを作りたいのであれば、時間次第に向かって合われた、もうやっぱりちょっと一般車両乗るのは怖い、そういう気持ちはもう本当に痛いほど分かるんです。ですからこういう、避難策が、全く不要とは私は思いません。でもね、やはり今のあの状況を鑑みて、だったらこうプラス料金とか発生し、この一般車両に乗るお客様にへの説得力、そういうのもこう訴えるの必要じゃないかなと私思うんですよね。今ほら、駅の自販機なんかも、どこの自販機なんかでもそうですけど、スイカでこうピッてやったら、飲み物買えるじゃないですか。あのシステムを入り口につければいいんですよ。ピッてやって、例えばまあ100円でも、優先車両の指定料金みたいな、優先車両、乗車料金みたいな形でこうピッと100円でもこう引き落とすような感じ。それだったら堂々と車内でお化粧していただいても、隣で乗ってる一般車両に乗ってちょっときついですけど、まあ、100円も払ったならあそこまでする必要ねやって僕だったら思うんですよね。だから、まあしょうがねえな、あの人たちはもうお金払ってるんだからと、そういうような形でこう納得はできるんですよ。あとは例えばですね、この女性専用車両っていうのは、子供さんはフェミニズム、そんなものではなく、痴漢被害に遭われた方、これから痴漢被害の予防対策ですね、そういうのを守る、そういう車両であったはずなんですね。ですが、これ皆さんご存知ではないかもしれないんです。これデータ出てるんですけれども、おはようございます、いただきません、データ出てるんですけれども、女性専用車両ができてから痴漢被害、これはですね、減ってないんですよ。埼京線なんかでは若干少し、右肩下がりに減ってるみたいなんですけれども、びっくりするのが、この我々国分市民が使っている中央線、これ増えてるんですよ。ですから、その痴漢被害の積極的解決、この女性専用車両というのはそれになってないんですね。そこが問題だと私は思うんです。女性専用車両というのは、なんていうと、その痴漢被害を積極的に撲滅する、抑止する、
そういうような考えには私はとても見えず、なんか臭いものに蓋をするような、そんなような対策になってるんじゃないかなと感じます。例えばですね、この私なんかと同じように女性専用車両ちょっとおかしいんじゃない、ちょっとやりすぎなんじゃない、そう感じられてる方の意見の中で差別、これがありますね。男性差別だ、だったら男性専用車両も儲けろ、そんなような声もあるんです。憲法の解釈でいうとその通りだとは私も思います。ですがここからは私の意見、私の意見を言わせてください。私は男性専用車両、これの新設に関しては反対いたします。明確に反対します。僕がですね、例えばちょっと考え方難しいですけれども、今の世の中が、女性から、男性が痴漢を受けるような、そんなような、社会だと、ちょっと想定しましょうか、ファンタジーですけれども、そのような時、私がこう触られてすごいもう怖い思いをした、嫌な思いをした、そんな風に考えて、それの積極的対策、それの対処として男性専用車両を設けました、こちらに乗ってください、そんなことをされたら私だったらすごく嫌なんですよね。なんか申し込まれて厄介者を邪魔にされてるような感じ、女性の方はそうは感じないのかな。ちょっとその辺はやはり男性女性は権利は同等です。ですが男女、これは決して平等ではないんですね。だって、女性にしかできないことありますよね。我々男は子供を産めません。我々男はおっぱい出ません。我々男は柔らかくありません。まあ、うちの当時はちょっと柔らかそうな感じなんですけれども、まあ、それは大きい。こんな形で、男性と女性、これは権利は絶対的に平等です。ですが、同等です。同権です。ですが、人というのは誰も平等にはなり得ないんです。力のあるものもあれば、力が弱いものもいる。背高い人間もいれば、背が低い人間もいる。あ、もう勉強すごく一生懸命できて、頭がいい人間もいれば、一生懸命勉強したんだけど、うまく勉強なんか覚えられない。あんまり頭良くないな。僕みたいな、そんなような人間もいる。その人たちが共に手を取り、みんな仲良くやっていく、そういうのが同権、まあ、平等と言われてますけれども、それの真髄がこの心だと思うんですね。そしてその心こそが古から日本に伝わる和の心、平和の和ですね、和の心、そういうものだと私は思います。この女性専用車両の問題、今ですね、先ほどちょっと話を一回戻しまして、先ほどの、痴漢被害が全然減ってない、そういうようなデータが今出ております。そのデータを見たときに、私は隣の国コリアですね、コリアの国をちょっと思い出しました。というのは前僕聞いてたんですね、コリアにも同じように女性専用車両というのはあるんですけれども、あそこでは女性専用車両に乗ってない女性が逆にターゲットにされてしまっている、そんなことがあるんですね。で、捕まった、痴漢して捕まえた犯人の言い分は、触られて嫌だったら女性専用車両に乗れよ、そんなようなことを言ってるらしいんですよ、言ってたらしいんです。ああ、なるほどな。そんな考えになっちゃってるのかな。私はちょっと本当に、その時思ったのが、この、日本の女性専用車両、特に中央線の女性専用車両の
が導入されてから痴漢被害の、発生率が全然減ってないってことを聞いて、それを思い出したんですね。痴漢被害、これは完全に撲滅しなければいけない、もう真正面で実際に官民一体となって、戦っていかなければいけない。ハレンチ罪、もう本当に恥ずべき犯罪です。痴漢をやるようなろくでなしはとっとと全部捕まえて刑務所に探す声がいいと私は思っております。その横で、でも冤罪、これ映画なんかでもありましたよね。それでも僕はやってませんっていう冤罪、これも本当に怖いことなんです。だから、痴漢被害、これを考えるときには冤罪、これにも真正面から向き合わなければいけません。冤罪になってしまい、やってないですよ、痴漢はしてないんですけれども、お前痴漢だろう、痴漢だろうってこう手を取られて捕まえられ、そしてそこから警察の取り締まりが始まってしまった。その冤罪された方、この痴漢だろうって言ってこうぐっと手を掴む行為、これはさっき冒頭でこの自転車の話で少し触れましたけれども、現行犯逮捕、私人現行犯逮捕なんですよね。これがある限りはかなりきついんですよ、いくら自分がやってないと言っても。それを覆すべく、裁判が行われるんですけれども、この痴漢冤罪の裁判、日数ってどれぐらいかかるかご存知でしょうか。最長で4年、5年、こんなにかかっちゃう場合あるんですよ。もうとても仕事なんてやってられないですよね。こうやって冤罪に巻き込まれ、長い年月裁判で戦うのが嫌だから、10万円の慰謝料を今、10万円かちょっと上がって、相場が上がってるみたいなんですね、20万円みたいに上がってるみたいなんですけど、20万円を払い和解する、そういうようなとても目も当てられないような事例もたくさん今あるんですね。ですからこの女性専用車両、こんなものをこしらえることで、この痴漢被害をと戦ってるんだ、痴漢をなくそうなんて言ってるんじゃなくって、車両すべてに防犯カメラをつければ、私はこれでことはすべてクリアになっていくと思うんですね。今の防犯カメラ、コンビニ経営している方とか、コンビニで従事している方なんかはご存知だと思います。めちゃくちゃ性能いいですよね。この距離でこの距離感でここまで鮮明に映るものなのか、そう思われるのがこの今の進歩した日本の技術総決算、防犯カメラなんですよ。しかも値段が非常にリーズナブル。電車の、例えば中央線なんかでもモニター画面とかありますよね。あんなものをつける、各車両につける予算があるのであれば、本当に余裕で防犯カメラ設置できるんですね。これをすれば痴漢被害だけではなく、スリ、ひったくり、その他迷惑行為、全てがクリアになるんです。これこそが国土交通省様がやるべきことなんじゃないかなと私は思います。国土交通省と言いましたけれども、ちょっと関連する話題を少しだけさせていただきます。同じく国土交通省が今日本に散らかしている問題があると皆さんにちょっとご紹介させていただきます。もうお気づきだと思います。駅の表示、現在はどうなっているかちょっと思い浮かべてください。日本語ひらがな、漢字があります。漢字の下に、英字アルファベットで駅名書いてありますね。その下に何書かれてるか、もうご存知ですよね。簡体字と
ハングル、これが駅の表示、それと空港、あと公共道路の、公共表示、あとはもうここにはないですね、あとはもうお店の入り口だとかメニューだとか、あちらこちらにこの簡体字とハングル、これが散らかされてるの、皆さんもうお気づきでしょうか。これは来客、観光客をこう呼び寄せるときに言語に困らないようにっていう、そういうような法律が、日本にあります。その法律を作ったのがやはりさっき言った公明党なんですね。国交省には自民、自公の連立与党になってからずっとこの公明党が鎮座しております。あまたの利権があるこの国交省、こうして我々の知らない間にどんどん町中に反対時、ハングル、さっきの女性専用車両もそうです、民意を得ていない、我々の、意見を聞いていないにもかかわらずどんどん勝手に始めていく国交省、これは皆さんちょっと気づくべきなんですね。だからぜひこの怖さ周知してください。この国交省の、持っている力、これは今財務省はうんぬん言われておりますけれども、それに勝るとも劣らない強いものなんです。国交省の下には観光庁があります。ちょっと今観光庁がやっている問題、移民受け入れ、あとは観光客受け入れ、これですよね。移民をこのままどんどん受け入れますと、現在、少子高齢化と言われている日本の人口、日本人の、人口、これのバランス、比率が崩れていきます。多様化する社会、グローバリズム、このまま突き進めていくと、今でさえね、こう私この場所でお話しさせていただきまして、外国人の方何人も見かけました。今でさえこの状況なのに、今後これ以上移民増えていったら、この日本どうなるでしょうか。さっき、掃除してくれてた方いましたね。でもそれ掃除なくしたとしても比較的きれいな道路、日本の道路、これがゴミだらけになってしまったらどうなるでしょうか。あとは外国人、彼らが日本の文化、歴史、伝統、これを守ってくれるでしょうか。天皇陛下を敬ってくれるでしょうか。このグローバル化、これはなんとか声を上げて食い止めないと。今スウェーデンが大変なことになっているの皆さんご存知でしょうか。ムスリムの移民ですね。スウェーデン、ちょっと北欧の、おしゃれな街、社会保障が行き届いた街っていう、そのぐらいのイメージが、結構強いと思うんですけれども、スウェーデンっていうのは世界2番目の強姦被害者を出してる国、あのちっちゃい国ですよ、なっちゃってるんですね。強姦です、レイプ。ムスリムの移民がスウェーデンの女性たちを襲っている。ムスリムの宗教にはよりますけれども、まあ肌を出す、そういうような、文化が、ムスリムにはないので、いきなりこうやって移民に行くと、困惑するんですよね。かといって決して許されるものではないんです。今日のお題の痴漢被害なんかと同じですね。決して許されることではございません。
すみません、ちょっと話がね、どんどんこう横に逸れてしまって申し訳ございません。ちょっと先生、いろいろな話に強引に戻します。こちら、日本代表と申します。昨年生まれたばかりの新しい政党です。当時は、前回の都知事選挙で114,171票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。まだまだ無名の弱小政党。今日は名前だけでも、党の名前だけでも覚えていただきたいと思いまして、私、国分寺市在住党員の大木が、この場所をお借りしましてお話しさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。マイクの通り先すいません、あと3分4分だけ申し訳ございません、お話しさせてください。で、この女性さん専用車両、これの、痴漢被害の積極的対策になってない、これに、これとあと、2ヶ月前の一悶着ですね、さっき言った一悶着、その人たちが掲げる、差別問題ですね、男性差別、これはね、憲法違反なんで、彼らの言うことも本当は分かるんですよ。ですから、そんなのも踏まえて、ちょっとこれからどんどん日本第一党として、声を上げていこうと思います。女性専用車両はあくまで任意車両、現在任意車両で、そういうような曖昧なスタンスになるしてるからこういう問題になるんです。そうではなく、女性専用車両、こういうものに、被害に遭われた女性や痴漢が怖い、そういうような女性を押し込めるんではなくて、各車両に防犯カメラ、これを設置する。あとは、さっき言ったモニターですね。駅のモニターありますよね。あれに、例えば、まあ、痴漢は犯罪なんていう、よくキャッチフレーズはよくありますけど、そうじゃないんですよ。せっかく電車にたくさんの人が乗っているんだから、その人たちの目を利用するような、そんな呼びかけ、私がいいんじゃないかなと思うんです。例えば、痴漢はみんなで、痴漢被害に遭われている方をみんなで助けましょうとか、我々は見ていますとか、そのような感じ、それだけでもだいぶ痴漢的が防げるような気がするんですね。それはそういうような対案、今の女性専用車両では痴漢被害は減少しておりません。痴漢を撲滅するには女性専用車両、そんなものに女性を押し込めるんじゃなく、もっと積極的に痴漢被害、これをなくす、撲滅に向けて一歩踏み出すんだという積極的な官民一体となっての対策が必要だと、我々、日本第一と私は思います。ただ最後にすみません、ちょっと時間になりましたので、最後に党の PR させてください。我々日本第一と昨年生まれた、新しい政党でございます。略称は日本一、英名はジャパンファーストパーティー。当時は前回の都知事選挙で114,171票を獲得いたしました桜井誠が務めている政党でございます。立ち位置は保守本流、日本の歴史、文化、伝統、国家君が代、国旗日の丸、すると不祖の名誉、これを保ち守る、日本を日本のまままだ見ぬ未来の子孫に託したい、ただただそう願う優しい政党でございます。当費は年間1万円ちょっと高いです。というのは、うちはもう一切の利権がなく、すべて入党いただいた方の党費で党の運営が賄われております。あとは、個人献金もこれが話なので、たくさんの入党者必要なんですね。ただ当時1万円になっているのはシルバー党員と、まだ2月未満のユース党員、当時あとは家族党員のものですね。こういうような形で、この方たちが、5,000円、本当にね、一人でも多くの日本が好きな方、日の丸を掲げている方、ジャパンラブな方、
本人に生まれてよかったな、日本っていい国だな、そう思っていただいている方、一人でも多くの交流と、あとはこの声の拡散、どうかお願いいたします。現在日本、この日本国には数多の政党がございますけれども、保守、この政党、保守の、立ち位置にいる政党が欠損しております。我々日本第一党がなくなってしまっては、なくなってしまったら日本から保守が絶滅してしまうんですね。あれ、自民党は保守じゃないの、なんて思われている方はぜひぜひ、私ツイッターで大木真一という名前でやっております。そこから、YouTube に飛べるようにしております。もうね、 YouTube の動画なんかでも自民党が保守ではない、その根拠、理由、あまた拡散しておりますので、どうか真実を知ってください。どうぞよろしくお願いします。じゃあ今日はこの場所で、すいません、30分の時間が少し5分ぐらいオーバーしてしまいました。大変申し訳ございません。この場所でマイクを使い、ちょっとうるさかったですね、本当に申し訳ございません。この場所をお借りしてありがとうございました。また伺いますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。日本第一党でした。ツイキャスご覧の皆様も、お疲れ様でした。ちょっと時間オーバーしてしまいましたけれども、こんな形で今日も、女性専用車両の話題を取り上げさせていただきました。この問題ね、本当にさまざまな意見が正直あると思うんですよ。中にはやっぱり同じように女性専用車両はちょっとこう男性差別だっていう方もいるし、あとは逆に別にそのぐらいあったっていいんじゃないの、女性専用車両にあって、でもそれで痴漢の恐怖からクリアできてるからそれぐらいあってもいいんじゃないの、そんなような声もうちの党の中でもたくさん意見割れると思うんですね。私は正直言って私の正直なスタンスです。女性専用車両というか優先車両ですね。優先車両っていうのは、別料金であっていいと思います。だから男性車両っていうのはさっき言ったように私は必要がないと思います。むしろ、差別の増長ですね。そんな感じで、党の名前でを使ってこの問題を取り上げるからには、様々なご意見を、頂戴して、皆さんのまだ、本当に意見が全然足らないんですね。だからコメントなんかでも構わないですし、どんどん意見ください。ただ物事の意見には優先順位がありまして、やはりうちの党を支持してくれてる党員の方、その方の意見を率先して、取り上げていきたいと思います。私の意見とこの融合させて取り上げていただきたいと思います。その後に党員以外の支持されている方の意見も聞かせていただきます。もちろんです。それらを全て踏まえた後で我々のやってることに反対する方、さつまいもさんとか、反対する方の意見も聞かなくもないです。 ですがどうしてもやはり優先順位がございますので、そのあたりだけはぜひご理解のほどお願いいたします。後説ちょっと今日は長かったですね。じゃあ、これで終わります。日本全国から、印象操作をするマスコミメディア、それとパチンコ、違法ギャンブルパチンコ、それと女性専用車両という何の対策にもなってないカゴ、人を仕込めるカゴですね、こういうものを全てぶち壊す、日本第一党でした。ありがとうございました。